私の名前はトモナ。結婚して3年目の専業主婦です。まだ子宝には恵まれていないけど、結婚生活を楽しく送っています。旦那の実家で同居して、足の悪い義母のお世話や家事をしながら日々を過ごしています。旦那の妹で、私にとっては義妹にあたるユリナちゃんも一緒に暮らしているんですが、そのユリナちゃんに少し困っています。旦那やお母さんはとても優しく、のんびりした人たちなんですが、ユリナちゃんは華やかな世界が好きみたいで、見えっ張りなんです。あ、お姉さん。あれ、今帰ってきたの？もしかして、昨日帰ってきてなかったのかしら？ちょっとパーティーしてたのよ。そしたら遅くなっちゃって、友達が泊めてくれるって言うから泊まってきたのよ。そうなの？あんまり外泊が多いとお母さんが心配するわよ。成人したとはいえ、まだ大学生なんだからね。いいよ、気にしなくて。もう子供じゃないんだからさ。それよりさ、その服ダサくない？そんなのどこで売ってるのよ。私の服なんかデパートで買ったのよ。いくら専業主婦だからってさ、そんなんじゃ捨てられるよ。え？そんなに変な服じゃないと思うんだけど。ユリナちゃんはブランド志向があり、私がブランド物でない服を着ていると、いつもダメ出しをしてきます。というか、まだ大学生なのに、なんであんなにブランド物ばかり持っているのでしょうか。彼氏にでも買ってもらったのでしょうね。ユリナちゃん、今日も帰ってこないの？ごめん。医者の卵と合コンがあるからさ、帰れないわ。私にちょうどいいレベルの人とようやく出会えそうだからさ。あれ？彼氏いなかったっけ？ああ、あいつはもう別れたよ。ザルメスのバッグ買ってくれないし。え、そうなんだ。ユリナちゃん自身はそこまで有名でもない大学に進学しているのに、一体どこで医大生との合コンを取り付けたのやら、釣り合うと思っている見えっ張りなユリナちゃんに少し呆れました。でもまあ、可愛らしい見えだからと私も放置していました。しかし、その後、あんなことが起こるとは思いもしませんでした。私が昔から家族ぐるみで仲良くしているカオルから、久しぶりに連絡が来ました。久しぶり、元気にしてた？うわ、久しぶりだね。うん、元気にしてるよ。カオルは？私？元気にしてたわよ。来週そっちに帰るからさ。え？帰ってくるの？そうよ。私の両親も久しぶりにトモナに会いたいって言ってるのよ。ホームパーティー開くつもりだから、よかったら来てくれない？え、いいの？行く行く。あ、でも旦那に確認してからじゃないと。あら、たまにはいいでしょ？家で義母の面倒をいつも見ているんでしょ？うん、そうだけど、また確認してから連絡するね。わかったわ。義母や旦那に相談すると、たまには羽を伸ばしてらっしゃいと心よく言ってくれました。その後すぐにカオルに連絡を入れ、参加できる旨を伝えました。そうして、私は来週カオルの家で開催されるホームパーティーに参加することになりました。結婚してからほとんど外に出かけていなかったので、久しぶりの外出でした。じゃあ、明日パーティーに行ってくるわね。あまり帰りが遅くならないようにするつもりだけど、何かあったら携帯に連絡してね。大丈夫だよ。お母さんも少しの間なら平気だから。僕も昼過ぎには出張先から帰るからさ。こっちのことはいいから楽しんでおいでよ。うん、ありがとう。よろしくね。ん？どこに行くの？え、ちょっと友達の家でパーティーに行くんだけど。パーティー？ちょっと、なんで行ってくれないのよ。私も行くわよ。は？いきなり無理よ。いつも地味なお姉さんが、その友達のパーティーで恥をかかないように、私が見ててあげるからさ。まあ、しょぼいホームパーティーなんだろうけど。そう言ってユリナちゃんは頼んでもいないのに、翌日のホームパーティーに無理やりついてきました。旦那が何を言っても聞かず、また出張先にいて止めることもできず、私は仕方なく連れて行くことにしました。カオル！トモナ、いらっしゃい。会えるのを楽しみにしてたのよ。あら、そちらの方は？はじめまして。トモナお姉さんの義妹です。ごめんね。
出かけ際に見つかっちゃって、どうしてもついていくって言い出してさ。ちょっとお姉さん、それじゃあ私が無理やりついてきたみたいじゃん。別にいいですよね。ゆりなちゃん、失礼でしょ。ちゃんと挨拶くらいしないと。まあまあいいわよ、別に一人ぐらい増えたってうちの家族は気にしないわ。賑やかな方が好きだしね。本当にごめんね。ありがとう、カオル。早く行こうよ。まあホームパーティーなんて期待してないですけど。あらあら、ご期待に添えられるといいのだけど。案内するわね。当日になって急にユリナを連れてくることになってしまいました。余計なことを言い出すんじゃないかと私は気が気ではありませんでした。幸いなことに、カオルとカオルの家族は笑って突然の参入者に対して受け入れてくれました。おお、ユリナさんというのかね。トモナちゃんの旦那さんの妹さんだって？はい、そうなんですよ。いつも地味でパーティーなんか慣れてないだろうって付き添いできたんですよ。あら、それザルメスのバッグかしら？そうよ、海外旅行に行った時に彼氏に買ってもらったの。よくできてるけど偽物ね。偽物よ、それ。海外で安い模造品を買ったのでしょ。嘘、これ本物じゃないの？そうね、私はよく自宅に呼び寄せて買ってるけど、あなたの持ってるものは本物じゃないわね。自宅に呼び寄せて？そうなんです、カオルの一家は海外を拠点にしている大金持ちのセレブなんです。私が学生の時に海外に留学をした大学で、カオルと仲良くなったのがきっかけで、ホームパーティーにもよく呼んでくれていたのです。その着てる服はどこで買ったの？腕につけている時計も。これは有名なブランドの。どれも本物じゃないわね。それに友奈のことを散々言ってるようだけど、彼女は昔モデルをしていたのよ。服には興味がないみたいだから地味なのばかり着てるけど。お姉さんモデルしてたんですか？まあ昔誘われたから数ヶ月だけね。大学でもモテモテでプレゼントもよくされていたわよね。まさか彼と結婚するとは思わなかったけど。いいのよ、彼の人柄に惹かれたんだから。そういえばこの間ユリナちゃんが参加した合コン。あれ、実は私の弟も参加してたのよ。友達に誘われたとかで。全身偽ブランド装備の女の子がいたって、あの後話題になったみたいよ。写真を見せてもらったからあなたのことだと思うんだけど。いや、嘘。道理であの後誰からも連絡来なかったわけね。トモナも言ってあげればよかったのに。偽物だって分かってたでしょ。あんまり高らかに言ってくるから言いづらくて、恥ずかしさでいたたまれなくなったユリナちゃんはその後すぐに帰っていきました。普段はこんな意地悪なことを言わないカオルが、なんでこんなことを言ったのかと聞いてみると。ああ、トモナのこと何も知らないんだと思ってね。少しムカついたからさ。そっか、ありがとう。ユリナちゃんも少しは懲りたらいいけどね。その後、ユリナはブランド品をカード払いで購入していて、お小遣いでは支払うことができなくなってしまい、結局カード払いが家族にバレてしまいました。これには優しいお母さんたちも怒り、ブランド品はすべて没収されてしまい、外泊も禁止されました。見えっ張りな義妹にはカオルの偽物って言葉が相当効いたみたいです。親交のあった集まりにも、実はブランド品が偽物だったとバレているのではと行きづらくなってしまったみたいで、最近はどこにも出かけなくなったようです。私はというと、あのあととても優しい義母にものすごく謝られましたが、気にしないでくださいと言い、旦那にもユリナが悪かったなと言われ、定期的にカオルたちと交流して楽しく暮らしています。これに懲りてユリナの見えっ張りな性格が治るといいなと思っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。